おはようございます。おはよう。妙高に来ております。妙高の朝でございます。こんな景色になっております。どうですか、琴花さん。毛布も違かったんだ。ん？毛布も違かった。ああ、何でもかんでもふかふかじゃん。こんな景色になっております。かんでも、うん、山、それからゴルフ場が見えます。あの下の方には何があるんでしょうか。どれ、ちょっと拡大してみましょう。山のふもとに白いのがなんかいっぱいあるよね。うん、なんだろうこれ。ただの山肌？ん？家？チロルって書いてあるとこじゃないの？違う違う違う、これこれこれ、家か。ああ、なんでしょう、よくわかりません。ああ。家だね。あそこに変な形した木が、うん、本当だ、曲がってる。こちらですか。そうです。これですか。うん、なんかなんだっけ、パセリみたい。本当だ、根っこが白いパセリ。あんまりさすがにまだ人影は見えませんな。うん、なんかあそこに止まってる車も少ないし、うん、車が1台動いてるぐらいで。あれはお仕事の車でしょ、うん、だからだよ。